わしは ここも黙る強梁さんかい。でもここまでだ。
いても殿、学神殿。いても立ってもいられず出てきてしまいました。私にはこちらの方が性に合うようです。一人で英雄気取る気かよ。程度が出るぜ。ああ、言い過ぎた。分かってたんだよ俺。あんたがいないとダメだってのは。いや、違うな。俺がこのままじゃダメだってのはな、 ただ目の前のことをやる、勝ち負けも、生き死にも、その先にしかない。あんたはそうやって戦ってきたんだ。おじきのことは、まあ、今は置いとくか。けど、この戦、俺たちで勝つぜ。 随分張り切ってるね。ここは通さないよ。これは戦術ってか、ただの勘だけどな。孫権攻めるより先に退路を立った方がいい。では我らは護旗雲、小子峡へ向かうとしよう。そして参る。ならば私は南の拠点を落とします。 何よりです。これよりは共に戦わせてください。この罠を破れば焦った敵を誘い出せよう。一緒に虫取りが抜けるのだ。長領、あんた呆れるほど強いよな。 褒めるしかないじゃないかよ。このままじゃ本陣が危ねえ。行くぞ。陽動は成功したようですね。役目を果たせてよかったです。反撃を今より参戦する。忘れられていたわけではないぞ。それがしの加勢しよう。 一番乗りは譲りませんから。この地を趙軍軍が制圧した。優雲に加勢するぞ。戦力を集中するのだ。これだけ登るにははしごが必要だな。テスト工作兵を付近に配して。 地は趙軍軍が制圧した。総領、あんた呆れるほど強い。守るしかないじゃないかよ。来たか、命を。だがこの先は行かせん。 結果だ。一旦引こう。 次はこうはいかんぞ。
の地は趙軍営が制圧した。しまったぞ。それでも五軍は総大将が負傷して撤退、戦果としては上々ですね。李天殿、学信殿、お見事な戦ぶりだった。これが私たちが力を合わせた真の力なのですね。そうだ、だからこれからは俺たちを連れてけって話だ。言わせんな。はい、分かった。我らで力を合わせ、この合皮を守り抜かん。全軍、白狼山へ進軍せよ。三兄弟は山登りを決め込んだが、遠征の我々にはインディアの相手に全体だね。長兄のエンタンをかけ、連携は乱れた。まずは山からいぶり出すため、麓を抑えよう。その首、捕らえ受ける。いざ、
した。戦は知略でするもの。恋知るなよ。見事なものだね。見ているだけで楽しくなってくる。背面の安全を過信してたく、あなたと曹操殿は表から攻めてくれ。私は長領であり、敵陣の生還を使う。長領は見えた。今敵陣を蹂躙せよ。勝った殿は無理を惜しみ戦っておられる様子。決着をつけねば。洞窟を抜ければ敵陣の裏へ回れるはず。だが危険は伴う。十分注意して進もう。この狼洞窟を踏み込む。相手をしていてはキリがない。避けて進む。こんなところにいたら死んじまう。助
なったようだね。あとはこの戦を終えるだけだ。兄上がやられただと？もう我慢できん。全軍受けるぞ。お待ちください兄上、山から出るだけの命をお忘れか。おやおや、簡単に乗ってきたね。山から出してしまえばもうこちらのものだ。見事なものだね。見ているだけで楽しくなってくる。天の武勇、来い、我が知恵で葬ってくれるわ。お上手に、いい感じですわよ。なんという武勇。この道は拠点同士をつないでいるのか。私たちも使わせてもらおう。遅くなっちゃう。元気のポチども、が加勢するぜ。ウガンが来てしまったか。彼らに構っている時間はないというのに。お前はすでに私の術中よ。さあ来やがれ。お前なんざひとひねりだ。そして参る。これで勝ったと思うなよ。敵将、超大軍が討ち取った。来てくれたんだね。恩義を案じられよ、角田殿。この超文軍が討ち取らん。天の武勇、見事なものだね。見ているだけで楽しくなってくる。これでようやく炎家との戦も終わるか。炎将よ、
お前の子供たちは無様ながらもしぶとく生きたぞ。終わったようですね。おいおい、無理をするな、角か。誰か馬を持てい。はっ。曹操殿。うん、申せ。陣に戻ったら宴を。この戦、私が皆様を指揮いたします。くれぐれも勝手な行動は慎まれますよ。敵は大軍なれば演術には御せません。ここは協力し我らの優位に進めましょう。チッ、なんで俺様が本陣の守備なんだよ。兄者たちは前線へ行くってのに。私らは現実配下の艦船らに顔が利く。今より接触し、立ち合いしこもるぞ。我らに向かってくるとはいい度胸だな。ここで蜂の巣にしてやる。おお、足は壊れているのでしたね。工作部隊、修繕をお願いいたします。この不要、お前ら何してやがる。俺の目の前で小細工とはいい度胸だぜ。おおよ、なんとも勇ましき戦ぶり。邪魔者はいなくなりましたな。さあ急ぎ急ぎ橋を直しましょうぞ。全然の奴らうまくやってんのか。ああ暇だぜ。天皇不要、戦え。
強撃。そして見つけましたな。あとは別動隊の到着を待ちましょうぞ。戦場でじっとなんだ。もう我慢できねえ。馬を持ってこい。お前はすでに私の術中よ。準備が整いましたぞ。いざいざ一斉攻撃を仕掛けましょう。はあ、挟み撃ちか。どっちを相手にすればいいんだ。押して参る。神君の持ち役頼もしいもの。崩れてきせる日が来ねばよい。正気殿はいかがなされたのか。策を策を乱されては一大事なのですが。作戦を無視し独断先行とは、このような愚行関羽殿が知れば嘆かれよう。分かったって。本陣に戻れ。兄が兄者には絶対言うなよ。
ヨレイキ、俺は諦めんぞ。見事だ。私もうかうかしていられないな。いいぞ、その調子だぜ。ここでお互い矛を収めぬか。帝を戦したことを償えば。やかましいぞ劉備、よくにいいようにされておいて何を上から。おのれやめろ。くだらん小競り合いなど見飽きた。貴様らも十分だろ。さあ、和睦しろ。呂布、貴様も何を寝ぼけたこと。ならば、かけろ。うっ。俺が今からあれを弓で射る。当たったならば兵を引け。外れたならば好きにするがいい。いくら貴様でもあのような遠くのものなど。よかろう、その賭け乗ってやろうぞ。劉備、お前もいいな。貴様のキューバをたたえ、ここは刃を収めよう。よし。
整っています。宝神様、まずはお父様と合流しましょう。なーにー、僕と挑戦が裏切っただと。まとめてやつだけしてくれるわ。雑魚に用はない。死にたくなければ道を開けろ。両方によって勝てるわけねえや。しまいました。おお、素晴らしいご活躍。お父様、ご無事ですか。お約束通り、翼将軍をお連れしました。おお、よくぞ。わしは大事ない。さあ、共に董卓を討とうぞ。董卓は脱出を目論むはず。まず西の橋を塞ぎ、奴の逃げ道を断つのだ。話し合いにされておる。うまく従えれば役に立つやもな。素晴らしいご武勇です。言ってしまいました。戦後に終止符を打たねば。くっ、敵将、超人間が討ち取った。飛行らとは刃を交えたくはなかったが、これも乱世の罪。いざ覚悟召されよ。どうかご同行をお許し願いたい。我が部のあるべき姿を探すために。フン、いいだろう、ついで。前例、長領殿が敗れました。何、長領までもか。誰か早く奴らを安崎にせんか。わしは
ここで取る。この逃げ道を塞ごう。玉将軍と朝鮮は東から奴を追い立てる。アホども、いつまで手を焼いておるのだ。早く裏切り者どもを討ち取れ。いいぞ長領、その調子で戦え。命に代えてもここを守り抜く。一歩たりとも引くな。手下など面白くなる。参る。これと来る。陣の舞踊。いいぞ長領、その調子で戦え。
じゃ橋がかかっておらんではないか。いいぞ長領、助かったぞ。だが、わしがいては足かせか。ならば、ここはしばし身を隠すとしよう。どうして虎がこんなところでじっとしてられんか。これは参った。まさか虎を使って伏兵を暴き出すとは。派手にやっておるな。どれ、俺も共に暴れるとしよう。邪魔だ。素晴らしいご武勇です。見入ってしまいました。終わった。
武勇です。見入ってしまいました。長安を追われねばならん。俺は帝のために董卓を討ったのだぞ。宦官も董卓も俺を追った奴らも皆同じか。俺は必ず戻ってくるぞ。いつか長安に戻り、くだらん奴らを叩き潰してやる。朝鮮、無事だったか。はい、父も。私はこれから父が安らかに過ごせる地を探します。父ももう長安にはいられませんので。ですが必ず戻ってまいります。宝仙様のもとへ。それまでどうかご無事で。わかった。
いとこ細分岐殿を見つけるぞ。こういうのはさっさと終わらせるに限る。天命、見えざる不審者を発見しました。なんと出没している誘拐犯のようです。いきなり誘拐犯とか冗談じゃねえな。確証はないが、ひとまず追いかけるぞ。私は決して誘拐犯などではないはずです。長領、あんた呆れるほど強いのに、おめでしかないじゃないかよ。
心配した。とりあえず、そこの誘拐犯を倒せない。誘拐犯だって？全く冗談、きつい話だぜ。付近で女官が襲われているとの報あり、いずこかの女性に仕えるもののようです。大分岐殿のお付きの者かもしれません。救助し、情報を聞き出しましょう。ありがとうございます。私のお使いしている方はこちらに。さすが長領殿、でも一番乗りは譲りませんから。
何か用か。せっかく玄徳様に当たりきりだったのに、邪魔するなんて許さないんだから。私たちは覗こうとしたわけでは。誤解を解いていただきます。そして永遠に加勢するぞ。戦力を集中するのだ。近くに動物を扱う商人がいる模様。ご婦人ならば動物をめでるかもしれません。動物に惹かれ姿を現すかもしれんな。商人から動物を接収後、砦を捜索する。おお、頑張ってんな。その調子で行けよ。邪魔だ。私らは商いをしているだけ。それを襲うとは。全部だな。俺の勘が正しければ次はあっちだ。ふう、危険な地域は無事に通過できたか。さあ、人中を売りさばこう。非常に珍獣を頼まれていたというのに、貴様らのせいで台無しだ。許さんぞ。お前それ八つ当たりだろ。こういうのだけは分かるんだよな俺。びれてきたぜ俺。けどこれで終わりってわけにいかないよな。リンゴとよ。
早いことは言わねえ、全部吐いちまえ。ここに女がいるだろ。何のことだか皆目わからんな。男なら男だより腕で来いや。人道とよ。したいとは物好きな。死なない程度頑張ってくれ。穏やかな気配で襲いかかってくる。ままになかなかの修練と見る。もう限界だ。とりあえず一旦休んで出直そうや。さすが長領殿、初めの一番乗りは譲りませんから。着して休息する。なんだお前たちの。そういうまったくお前たちのせいで。いや、なんとか国で語ってやろう。皆さん、ここにいたんですか。全然見つからねえ。おまけに余計な戦いでヘルヘルだぜ。これだけ探しても見つからないとは考えたくはありませんが、やはり強度などに。どなたかをお探しなのですか。ええ、細分鬼殿が。私がどうかいたしましたか。そう、どうかしてるよ。俺たちあんたを探してこう駆けずり回ってだな。それは失礼しました。死守を求めて歩いていたもので。ですがおかげでいい詩が読めました。え、まさかここで。今はいいって。あ、ウギン殿、お手柔らかに。是非もない、鬼人しよう。